株式会社国民は、大阪府大阪市住之江区に本社を置く、ドラッグストアチェーンストアを運営する企業である。1935年創業。日本チェーンドラッグストア協会正会員。比較的古くからあるドラッグストアであり、かつては松本清に次ぐ売り上げを誇っていた。ここからファインヘルスケア、ドラッグイレブンなどと共に、ウィングループを形成。192店舗2020年1月頃から、中国で発生した新型コロナウイルスによる影響で、全国各地でマスクの品薄状態が続いている中、一部の店舗で500円程度で販売しているマスクを最大で9000円ほどの強壮剤や化粧品などとセットにして販売する、いわゆる抱き合わせ商法を行っていたことが、週刊文春による取材で発覚。同年2月19日にその事実を認め、謝罪した。なお、週刊文春による報道では、中国人客に対して、この抱き合わせ商法を行っていたと報じていたが、国民ドラッグは、ハフポストによる取材に対して、国籍に関わらず、すべての客に対して、セット販売を行っており、特定の客に対して、差別をした上で、この販売方法を取ったわけではないとして、一部、否定している。公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に、関する法律19条にて禁じている不公正な取引方法に抵触する可能性があるとして、マスクと他の商品との抱き合わせ商法を行わないよう、業界団体の日本チェーンドラッグストア協会に要請する事態になった。新型肺炎でマスク販売が例年の9倍品薄で高額転売も、スポーツ報知。2020年2月21日閲覧。AB。国民ドラッグ中国人に高額商品とマスクを抱き合わせ販売。週刊文春。2020年2月21日閲覧。AB、国民ドラッグ、品薄マスクを高額商品とセットで販売。販売方法を工夫しようという店長の指示だった。広報を明かす。ハフポスト日本版。2020年2月21日閲覧。一部報道に関して。株式会社国民。2020年2月21日閲覧。マスクの抱き合わせ販売やめて。公取委が業界団体に要請。産経新聞。2020年2月27日閲覧。ありがとうございます。